日本の領土でありながら、韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸したことも覚えている方も多いのでは？2万人以上の犠牲者を出した東日本大震災の翌年のことでしたから、日本国内がまだまだ不安な状況なのに、一国のリーダーともあろう人物が火事場泥棒をじみた行動をしたと批判が噴出したはずです。さて、そんな竹島問題に急展開があったようですよ。当事国ではないイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土と認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、じっくりと見ていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、三県でしょう。北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾。北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に、地理や日本史の授業で教えられるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。わざと、交渉のテーブルから外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。友人としての情と、一国の指導者としての立場は、全く違うことを理解していなかったのでしょうか。1973年、昭和48年、当時の首相田中角栄は、差し違える覚悟で、当時のソ連のブレジネフ書記長に迫り、日ソ間に領土問題が存在することを認めさせました。この気概を持つ政治家は一人もいないようですね。尖閣諸島に対する中国の圧力は嫌になるほど大きいので、最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように、中国海峡局艦船と小競り合いが続いているのですが、中国の実効支配を何とか水際で防いでいる状態ではないでしょうか。実は尖閣諸島を狙っているのは中国だけではないのです。台湾も自国領と主張し始めているのですが、その台湾を自国領と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても必ず統一すると息巻いているのが、中国なのです。中国は台湾統一を果たすためにも尖閣諸島を中国領土に組み込んでしまえば有利になりますよね。そうなると日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止しなければならなくなりました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは、事実上困難でしょう。日本は、憲法によって、紛争解決に、武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島を武力行使で奪還することは、できないのです。だからこそ、したたかで老獪な政治手腕が必要なのですが、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている人物はいないようです。冗談で笑い者にされたら、怒り狂って国民を非難するような小粒な政治家しかいませんからね。非常に残念で、情けなく思います。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれる恐れがあっても、やり抜くという無視の政治家が不在なのが、現代日本の不幸と思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至極簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。
また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言していますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという意見もあるそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち上がる姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は避けたいと判断しているようです。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍が軍事介入することは慎重にすべきという世論がアメリカ中に一定数存在しているのです。そして、これは毎年思いやり予算を貢いでいる日本も例外ではないという現実をアメリカ頼みの人たちは覚えておくべきだと思います。こうした状況下、前述の通り、竹島の領有権問題について急展開がありました。日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が停止されたというのです。2021年9月28日から東京都千代田区霞が関にある領土主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本がアメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年記念として新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする連合国軍最高司令官総司令部GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、その中で、日本漁船の操業を認めたのです。韓国明徳島と呼ばれる竹島は、日本側の枠外になっていました。ただし、これは、あくまでも、GHQ サイドの、便宜的なものでした。1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約には、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも事実です。調印される2ヶ月前の1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要求しましたが、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、翌月に、韓国の要求を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領だった李承晩、李承晩は、これを不服として、1952年1月、いわゆるイスンバンラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、竹島を勝手に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いているイスンバンラインに、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、翌2月抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した、連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、領土、主権展示館で展示された、1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案に、イギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したと、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリア外務省が、当時韓国プサンに駐在していた、
同国外交官に送った電報も展示していましたが、その内容は従来の韓国側の主張を覆すものでした。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が放棄すべき島、最終島、巨群島、物量島に、徳島を加えるよう要求したものだったのです。その放棄対象に徳島を加えさせるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要求しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。この、領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化するイギリスやオーストラリアの新しい公文書に対して韓国側はどう出るか見物ですが、多分今まで同様自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書を提示することで韓国の主張へ反論を続けることには大きな意義があります。嘘がバレた韓国ですが、スルーして、2007年、平成19年に就役させた強襲揚陸艦に、徳島と命名し、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を計画し、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。地続きの北朝鮮を相手に、原潜は無意味でしょうし、北朝鮮の後ろ盾中国向けでしょうか？北方領土のように、自国の領土でも一度実効支配されてしまえば、日本は、でも足も出せなくなってしまいます。出せないのではなく、出さないのでしょうか？だからこそ、こうした前例を無駄にせず、尖閣諸島が北方領土と同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。